何かを変えないといけない。先日熊本に参政党の神谷総平さんが来られての講演会があったんで参加してきました。その中で教育について語っておられる部分があって、その内容っていうのがまさに僕が7年間ずっとこうやって配信をしてきた、自分の国に誇りを持てるようにならないとダメなんだよということとか、自分の頭で考えて判断する力をつけることが大事なんだよと、そういう部分で重なるところが多かったんですよね。講演会自体は2時間くらいあったんで、まあさすがにそれ全部載せるっていうことになると長すぎるんで、抜粋に抜粋を重ねて8分ぐらいにまとめたんで、もしこの動画を見てその講演会全体の様子も知りたいよという方が多ければね、まあ明日にでもその講演会全体の動画もね、まあ許可が取れればアップしようかと思います。ちょっと長いんですけど、ぜひ聞いてほしいです。まず政策を作るには、なんでその政策が必要なのかって課題が分かんないからでしょ。まず教育からいきます。教育の課題、日本の教育は管理教育になってますね。明治維新以降、なぜか富国強兵で強い兵隊と優秀な工場労働者が必要だったので、日本人を皆確率的に教育する必要があったんです。言われたことをしっかり守り、みんなと同じことができる人っていうのが必要だったんですよ。なぜか兵隊さんとか工場労働者って勝手に動いたらダメだからです。どうでしょう、兵隊は自分の意思で戦争始めたら困るでしょ。ちゃんと命令守らないといけないでしょ。工場労働者がラインを崩して勝手に音声を始めちゃったら困るでしょ。集団で同じことやってくれると困るじゃないですか。だからそういう人間を大量に生産する必要、ね、教育する必要があったんですよ、明治政府は。だから管理教育っていうのを始めて、みんなが確率的に同じことができるようにしたんです。そういった明治の時に作った管理教育がずっと続いてる。でも明治の時はまだ良かった、和と洋裁って言ってたから。でもそういう西洋式のものを入れつつもやってたのは、日本人の魂を大事にしようねって言って教育諸国が作ってたわけですね。それが戦後魂の部分も問われちゃって、管理教育だけが残り、そこにどうやって、ね、人間を評価するかっていうと、偏差値教育って出たんですよ。テストの点数が高いやつが偉いっていうむちゃくちゃな、ね、物差し持ってきてるわけです、ね、日本人みんなそれで、僕もそうで教育されてきたから、実際に偏差値高くていい大学に行っていい企業入ってるのが偉いって思ってる人多いんですけど、それが大間違いです。はい、だって学校の勉強ばっかり一生懸命やるっていうことは、自分で物事考えてないってことですからね。自分の意思でいろいろ考えたら、あんな詰め込み教育なんかやってらんないわけですよ、ね、読み書きそのままぐらいはみんなやれたらいいけど、微分積分とかいります？みんなに小難しい物理の方程式とかいりますか？いや、学者になるとかね、ものづくりしたいっていう、それを選んだ人はいますよ。けど、普通に日常で生活したりするのに、それはいらないでしょ。でも、そんなことまでやらないと、いい大学に行けないって言われてるんですよ。で、いい大学に行ったって、結局、上層教育ちゃんとしてなくて、人としてどうあるべきかっていうことが分からなければ、ね、自分が得た富とか地位を使って、自分のために頑張るわけですよ。本来のエリートっていうのは、本当のエリートっていうのはね、自分の力を得るために、人のために使う人のことをエリートっていうんですよ。自分のために使ってるのは偏差値エリートです。偏差値エリートが日本をダメにしてるんだというのが僕の考えです。本当に優秀だったら東大の人は政党を作ればいいんですよ、お金集めてね。だって国民困ってるんだから、自民党の政治おかしいんだから。でも違う、彼らは自民党から立候補しますと出るなら、通る可能性がそこが一番高いからです。結局僕にしたら星にしか見えません。そういうことをみんなやってきた結果が今の日本なんですね。でさらに管理教育で偏差値教育して、一番が自虐なんですよ。 WGIP っていうのはウォーギルドインフォメーションプログラムの略です。 GHQ がやってるやつです。日本人は戦争犯罪をした悪い民族だっていうことを植え込むための、自尊心を削るための教育です、はい、これ陰謀論ではありません。公文書でもちゃんと出てますから、嘘だと思ったら調べてください。ウォーギルドインフォメーションプログラムね。そうやって日本人がした戦争を全部悪いことにして、日本人が悪かったんだって言うんでしょ。そうしとくとね、いいことがいろいろあるんですよ。まず広島長崎でやった原爆投下、それから東京などでの大空襲、大空襲大空襲ね、あれは全部国際法違反の戦争犯罪ですね。あんなの全部違法です、虐殺ですからね。
でもそれを正当化するには日本人が悪かったんだっていう前提にしとかないと正当化できない。それから日本人が自分たちに誇りを持たなければですね、で戦争の最悪だ最悪だ怖い怖い怖いと、ね、言っておけば二度と軍備を整えてアメリカに逆ろうとしないじゃないですか。でしょ。で弱い日本が弱いって言ってくれる限りはずっと軍事力でアメリカを抑えておけば何でも日本に言うこと聞かせられるでしょ。それがやりたかったから大喜利と共有ショープログラムなんですよ。ね、そのために、ね、それをどんどん植え付けるために作ったのが日教組です。そのまままだ残ってるの、教育に。管理教育始まったのは明治維新の時。そんな日本みたいに子供を管理しようとしてやってるのは世界いろいろしてるけども、多分もう日本が一番厳しいと思う。外国でそんな管理してないですよ、子供。ほんと子供を見るみてやってますよ。ね、不登校なんですが、海外であんまないから。ね。管理しようとするから子供嫌なんでしょ。発達障害こんな増えてる国、そんな外国でないですか。ね、ちょっとおそあの元気が良すぎると多忙性っていうでしょ。大人すぎると自閉症でしょ。だから標準から外れたら、なんか病気だって言うんですよ。先生たち。その方が楽だから、ね、特別学級とか入れちゃえば、自分面倒見なくていいから。から病院行きなさいって病院行ったお医者さんが私に薬をくれますから。でもそれでその子が病気ってなっちゃうんですよ。この管理教育をやめなきゃいけないし、偏差値に分かっちゃいけないし、日本人が悪いことやったんだ、悪いことやったんだっていう歴史を教えてたら、日本の人たちは誇りが持てない。日本に誇りが持てないということは当然、熊本にも誇りが持てない。だからみんな勉強して、偏差値が上がった子たちは熊本出てって帰ってこられるんです。そうなってるでしょ、どこの地方も。地方が衰退するのは当たり前です。教育の仕組みが間違ってるわけです。だから地方に若者たちを残したいとか、若者たちに、ね、地方元気にしてほしいと思うんだったら、教育から変えてください。そうしないと、もう今の18歳はね、自分の行動で国や社会を変えると思いますかっていう、この2020年の日本財団の調査、26.9% しか変えられるって言わないんですよ。インドは 80% ぐらい、中国 70%、アメリカや韓国で 60%、イギリスで 50% ですよ。日本だけがダントツ低いの。18歳の段階でもう諦めてですね、国や社会なんか自分たちは変えられないんだと思ってるんです。これは18歳が悪いんじゃないですよ。18歳の子たちの親の世代、もしくはおじいちゃんおばあちゃんの世代、僕はもう18歳の親の世代ですから、僕たちが悪いんです。僕たちが国や社会を変えてこなかったから、ね、そして右肩下がりの日本しか彼らは知らないから、もう頑張っても無駄だと思ってるわけですよ。で気の利いたやつは頑張って海外に逃げようかなと思ってるわけ。ね、地元に残って地元から日本を元気にするんだとかね、そんなことを言う子供がほとんどいなくなってるんですよ。ね、それをそういう社会を作ってしまった我々は、これ猛省する必要があります。これね、国のところだけの隠しといて。皆さんテストでね、これからどの国が発展しますかって言ったら、絶対みんなインドになるって決まってるじゃないですか、全部意欲高いから。で、どの国が一番ダメになりますかって言ったら日本ですよね。だからこれを見ただけでも、これから日本良くなるんですかって聞かれるんですね、若者たち。カメラさん、これから日本は良くなるんでしょうか、未来が不安ですって言ったら、僕はもうはっきり現実で言います、悪くなるよって。なぜかって、若い人たちがもう守ろうと思ってないから、大人も申し訳ないと諦めてるから、政治家も自分のことしか考えてないから、社会の上にいる人たちは偏差値エリートだから、自分のことしか考えないからです。若者はもう絶望して死んでいくんですよね。39歳までの死亡原因1位は全部自殺です。コロナなので若者は全く死んでません。いかがだったでしょうか。この他にも対応策として、教育バウチャー制度を導入しようみたいな話もありました。教育バウチャー制度っていうのは、まあ簡単に言うと、教育関係だけに使えるまあ電子マネーとかクーポンとか、まあそういったものを発行して国民に配って、例えばフリースクールに行きたいです、でも毎月10万円学費がかかりますみたいなのを補助しようとか、まあフリースクールに行かなくても通常の学校プラス習い事のお金として、まあそのクーポンが使えますよみたいな、そういう感じで保護者に選択肢を与えると、そういう制度ですね。で、こういう話を聞くと、どうせ選挙前だから、まあみんなに耳障りのいい、都合のいいことを言ってるんでしょと思われる方もいるかもしれません。確かに政治家の中には、選挙前だけ言葉だけの嘘をつく連中っていうのはたくさんいます。
だけど言葉でその場限りの嘘をつくことはできても行動で嘘をつくことはできないんですよ。神谷さんっていうのは今回選挙に出る参政党を作るずっと前から CGS っていう、まあ、YouTube での情報発信のチャンネルなんかをやってますし、 CGS のチャンネルであのアップロード動画の古い順みたいな形で検索すると9年前とか出てきますからね。そのくらい前からずっとやってる方なんですよ。こうした過去の実績こそが神谷さんの言葉に嘘がないんだよということを証明してると僕は思っています。だからこそ僕は今回参政党をしてるし、微力ですけどこうやって拡散のお手伝いもしているわけです。30年間ずっと右肩下がりの日本が立ち直るためには今のまま現状維持ではダメなんですよ。新しい風を入れていかないといけない。こういうバカ正直な人が一人くらい国会にいてもいいんじゃないですか。というかむしろこういう人が主流になるくらいじゃないともうね、日本これから立ち直っていけないと思うんですよね。チャンネル登録、お気に入り登録をよろしくお願いします。また動画がいいなと思っていただけた方は、いいねボタンを押していただけると動画が広がるみたいなんで、そちらの方もよろしくお願いします。また Twitter とか Facebook とかそういったね、SNS での拡散も大歓迎です。合わせて配信している日本近現代史とか朝鮮半島史、政治経済とか教育とかそういった話もちょいちょいしてますので、そちらの方も再生リストからご覧いただけると幸いです。